ガモウ・タダは、江戸時代前期の大名。出羽国神の山藩主、後に、伊予国松山藩主。忌名は、ただちかとも。慶長九年、道のくらいず藩主、ガモウ・行の次男として生まれ、家臣、ガモウ・ゴによって養育される。伊布邸に、浅野・光明がいる。慶長十七年、松平聖を与えられる。官営三年、出羽神の山藩四万国の藩主となる。 寛永四年、兄の藍津藩主、忠里が死しなくして創生したため、本来ならば、ガモウ氏は断絶するところ、母、正さき人が徳川家康の娘であることから、江戸幕府の計らいにより、忠友の家督相続が許された。ただし、藍津六十万国から伊予松山二十四万国に、現違法されている。新人部かかった性質の影響か、知性は良好で、 寺院の建築、移築を行うなどの奇跡を残している。また、居城である松山城の完成に特に力を注ぎ、二の丸を整備したと伝わる。寛永七年、再び勃発した重心の構想を裁いた。この裁判座汰はなかなか決着がつかず三年にも及び、ただともは幕府の裁定を仰いで決着を図り、ようやくにして事態の解決を見た。結果として、 福西、関、丘、しがらの老身が、流罪、追放されるだけでなく、過労のかも豪の弟である、ガモ里サへも暇を出され、飯放つ事態に陥った。寛永11年、三勤交代の途上、京都の判定で休止した。去年31。死因は不明だが、兄、忠里と同じく放送が原因とも言われる。死死がなかったため、ガモ氏は断絶した。 伊予円福寺くじに肖像が伝わる。松山城二の丸石石庭園内、井戸忠友の死により、大海賀茂氏の系統は断絶したが、これは、たたりが縁因となったという考説がある。忠友が、藩主の座を継いで以降、四次の男子が生まれないまま時を重ねていたが、やがて藩内の妊婦に憎悪を向けることとなり、妊婦を捕まえては腹を裂き、母子ともども殺害するという惨劇を繰り返していたと、 いう。非合の死を遂げた妊婦の怨念により、ガモ家ケは断絶に至ったと伝えられ、その証拠として、松山城にはまなイ大使なるものが残され、上司公演となった今でもすすり泣く声が聞こえるという。ありがとうございます。